で皆さんこんにちは、福島遊です。今日は小木曽隆選手に来ていただきました、はい、お願いします。お願いします。お願いします。サミーの水曜日でございます、ね、この間、はい、花銀行インビテーショナル、はいはい、見事ツアー初優勝ということで、よかったです、本当にありがとうございます。日本人で勝ったのは久しぶりなんじゃないの、花銀行は。花去年がそうですね、あの、うん、日本の選手じゃなかったんで、うん、韓国の選手、はい、2回目、はい、うん、で日本の選手が勝ったんでよかったです ね。それも、はい、韓国の地で、はい、うん、だってもうみんな応援韓国語でしょ、みんな。そうですね、めちゃめちゃアウェーでしためちゃめちゃアウェー感はすごかったですけど、うん、なんかそれが逆に良かったかなと思うところもあって、うん、はい、まあ、何言ってるか分かんないからね。そうですね、うん、はい、集中できるっていうのはあるかもしれないですね、はい、さあそんな中で今年はね、はい、あの中倉でも最終日最終組と、はい、あの好調ですけども、はい、今賞金ランキング何位ぐらい。6位ですかね。6位、はい、ね、トップ10に入ってると。入りたいですね。 ZOZO 出たいんで。 ZOZO 何位まで出る。 ZOZO 8位までなんで。8位まで、いつ終わりの時点で。日本オープンまでなんで。日本オープン、はい、あとまだまだ結構試合続く、うん、何試合かあるんですけど、うんうんうん、しっかり稼いでたら ZOZO 出れるんで、ね、あれ出たいですね。出たいですね。せっかく日本でやってる PGA ツアーなんで、うん、ZOZO は10月の3週目とか2週目で。そうですね、それぐらいです。日本オープンの次の週だったか、うんうん、とかだったの。なるほど、それまでに8位以内だったら出れるんだ、はい、出れるんですよ。じゃあ今そこを目標に今、はい、そこ、まあ、10位見すぎても良くないんで、うん、コツコツちゃんと毎週稼ぎたいなとは思ってやってます、うんうん、あ、なるほどね、まあ、そんな好調の小木曽選手のクラブセッティングでございますけどもね、はい、ちょっと見させていただきたいなと思います。はい、さあやっぱりプロゴルファーは絶対入ってるプラスティック入ってますよね。入ってますね。入ってますよ、ね、入ってない選手いないですね。いないですよね、うん、確かに。これ小木曽どうやって練習するの。これまあ、あの普通に練習場でスタンス確認するんですけど、うん、1本でやってます。1本使うことなかなかないですね。あ、ないんだ。でも本当に調子悪い時だけですね。なんか基本アライメントってやっぱ自然な時の方が調子いいんで、うんうん、なんかあんま自分で作りたくないなっていうのはあるんで。ということはもう最近はじゃあ使ってないってこと。調子いい時はそうですね、うんうん、使わないですね、はい、じゃあドライバーいきますか、はい、ドライバーさ、PT が刺さってますね、はい、長いんじゃないですかこの PT も。 PT このヘッドに変えてから PT にしたんですけど。そうなん、相性が良くて、ZX7 の Mark2、はい、9.5度のスタンダードですね。はい、はい、スタンダードですね。でシャフトが PT の 7X、 これのヘッドになる前は違うやつだったんで。は違うシャフト使ってたんですけど、うん、ヘッド変わったのと同時に、うん、いろいろやってったらそのシャフトが一番マッチング良かったんで、じゃあかなりな候補でなんかすぐに出てきそうな感じはしない。まあそうですね、結構試したってことだよね。いろいろやりました、うん、ちょっとでもちょっとスピン入れたいなと思って、うん、そのシャフトにしたのが一番最初のきっかけですかね。ってことは、はい、じゃあもうかなりやっぱ新しいこの ZX7 の Mark2 はスピンがちょっと少なめですね。僕の使ってるヘッドが少なめなんで、うん、それをちょっとシャフトで入れたいなと思って、で前のシャフトだとスピンが減りすぎちゃうんで、うん、でところで PT にしました、ね、あの東急大分オープンで一緒だったよね。そうですね、はい、その時からもうなんかやっぱ調子良さそうだなと思って見てたんだけど。ありがとうございます。これがスプーン、もう、はい、これも強烈な球打ってましたね、うん、はい、これも ZX の MAX2 です。でシャフト、これも PT の 7X、はい、もうドライバー変えた時に一緒です。一緒にドライバーとスプーンのシャフトは一緒にしたいっていうのがなんかあって、そこを変えたくない、はい、こんな感じスプーンです。でウッドはスプーン1本だけ、はい、あユーティリティがあれですけど、ウッド系はユーティリティは3と4、はい、こちらが3です。19度、 ZX の Mark2、やっぱ最新で揃ってますね。最新ですね、はい、でディアマナスサンプのハイブリッドフレクサ X、 これはもう出た瞬間にもう速攻変える。いや結構調整はして、うん、シャフトもいろいろやって、うん、でそこに行きましたね。なるほど、はい、やっぱいいっすか新しいの。いいです、やっぱりダンロップのいいのは全部バランスがいいところだと思うんで。
うん、全クラブ、はい、ね、いいパフォーマンスしてもらってます。すごく向きもいいですよ。で4番ユーティリティはスチールシャフト入れてるんですね。そうなんですよ。もう出すの、はい、それちょっと分かんないんですよ。もう分かんなくなっちゃってる。そうなんですよ。エミさんいないから分かんないですね。分かんないんです。エミさんクラスだとステップで分かるのかな。エミさん多分分かると思います、僕が何入れてるかは。でもそのアイアンの流れでお願いしますって言ったんで、ちょっと軽めのスチールだった気がするんですけど、うん、なんでしょうね、はい、ちょっとエミさんが通りかかったら聞いてみましょう。そうですね、はい、でアイアンは5番アイアンから、はい、ジェットフォージド2、はい、29ってこれ何、僕の好きな野球選手の背番号なんですけど。え、誰、引退しちゃったんですけど、中日の山井さん。うーん、僕名古屋なんで。さすが名古屋ドラゴンズ好きなんで、うん、中日の山井さんの背番号を入れてるんだ、はい、そうなんですよ。丸山さんもね、マイケル・ジョーダンが好きで23入れてたけど ね、 そうですね、はい、うん、さあ Z4 ジド2、これは松山が使ってるのとちょっと一緒。まあまあ松山さんはどうなんですかね、多分一緒だと思うんですけど、うん、はい、モデルとしては一緒です。遠藤で作ってるんだよね、はい、マイスターが削ってる、はい、7からピッチングまで、はい、ピッチングまでです。ピッチングまでこんな感じです。もう ZX7、 あ、Z4 自動か。もうスリクソンはかなり、ね、使ってる選手多いですからね。そうですね、横さんもね ZX7 使ってるし、打感がいいですね。打感やっぱソール、はい、ソールもやっぱいい。ソールもそうですね、うん、いいと思います。これってこう Z4 自動からやっぱり何が変わったの、このちょっとこうなって、一番変わったなと思うのは、うん、まあ、顔がちょっと小さくなったのと、はい、打感がすごい柔らかくなりました。ちょっとエミさん来たよ。エミさんすごいタイミング。エミさんこれ、このシャフトって何ですか、オギソのこのシャフト。ありがとうございます。ハイブリッドよ。ハイブリッド、はいはい、え、何や何ですか。もうこれ見えなくなっちゃったよね。ちょっと軽いやつ、うん、多分ハイブリッド用。ハイブリッド用のやつ。ハイブリッド用、なんていうモデルなんですか。プロトタイプ。プロトタイプ。あ、プロトタイプですね。ハイブリッド100か110ぐらい、うんうん、とのことです。バッチシバッチシ、はい、もうちょうどエミさんちょうど日本シャフトのエミさんが取り掛かりました。で、え、ごめんごめん、話途中だった、はい、顔がちっちゃくなったの、はい、打感が柔らかいのが僕は結構好きですね。潰れる感じがあるんで。潰れる感じ、はい、すっごい球打ってるもんね、うん、なんかもうデビューしたての頃はなんか大学生でまだ、ね、はい、線も細かったのに、はい、だいぶね、そうですね、太くなってですね、うん、体重も増えましたし。でシャフトはこれモーダスのシステム3の S、 はい、うん、です。モーダスのシャフトもいろいろあるからね。そうですね、うん、たくさんあるんで、うん、システム3の S です。でウェッジが、はい、これ60度2本入れてるのは練習用。あと溝が変わってきたんで、溝がなくなってきたんで。なるほどなるほど。60度だけシャフトもダイナミックです。え、こっちが古い方。はい、そうです。あ、結構変えるタイミング早いんですね。そうですね、うん、これでもめっちゃ使った方です。これめっちゃ使った方、はい、3試合に1回ぐらい変えるんで。3試合に1回1回ぐらいのペースで変えさせてもらってるんで。すごいいいな。俺これでいいよ、この使い終わったやつで。でも結構喜んでくれます、うん、なんで知り合いの人とかに、うん、全然、はい、これで大丈夫俺だったら。でもやっぱ全然違う。まあやっぱり違いますね、うん、一番最初の変えた手が一番スピンは入るっすけど、うん、まあでも意外といけましたね、うん、そうだよね。なんかもうちょっとすぐ水折ってあれかなと思ったっすけど。でももうやっぱその変えるサイクルっていうのを決めちゃってるんで、3試合決めてますね、やっぱり、うん、3試合ぐらいで。でやっぱコースによっても今週はやっぱウェッジ和合とかだったらやっぱり止まんないと、うん、ウェッジ止めれないときついんで、うん、そういうコースの時とかは新しいウェッジを使うようにして、で変えたりしてますね。やっぱ和合って戦い方あるね、独特な。和合はやっぱそうですね、ウェッジ止めれないとやっぱりしんどいですもんね、うん、ショートサイドの硬くてね、うん、バンカーとかは厳しいんで、うん、やっぱそこはやっぱスピン入らないと止まらないなとは思うんで、うんうん、まあ、そのためにも、はい、ね、4試合目で使ってポコンとかなったらもう嫌だ。そうですね、うん、
なんかちょっとこぼれたやつとか、うん、あ、ウェッジ変えといたらなとか思うときたまにありますもんね、うん、だからそのための、はい、まあ、ちゃんと原も担いでの3試合に1ペンの、はいはい、変えるってことですね。でウェッジが505460か、はい、何ヤードぐらい打ち上げてるんですか。50が、うん、120ぐらいで54、これ55にしてるんですけど、はい、55度が105ちょっとぐらいですかね、うんうん、で60度が90ヤードぐらいなんで、うんうん、まあ、でも基本60度であんまフルショットするのが好きじゃないんで、うん、っていうので55度にして90ヤードもこれで打てるっていう感じ、はい、55度の方で打とうかなっていうのが多いですね。なるほど。バンカーはどっち使う。バンカーは60度です。60度、はい、ほとんど60度です。60度ですね、うん。でパターいきます、はい、パターはオデッセイ。オデッセイです。パターはオデッセイ、こちらですね。オーワックス、はい、オーワックス。マレットタイプですね。ここネック、これそうなんです、溶接なんで。溶接で作ってもらったの、はい、これ、はい、すごい。え、なんで元々このネックじゃなかったってこと。このネックないですね。このネックがスラントがそのヘッドに刺さっていることがないんで。あ、そっか、普通のクランク、はい、そうなんですよ、うん、でスラントが好きで僕、うん、でスラント、ここが斜めになったやつね。でそれをじゃあ作ってもらったんだ、はい、ぶった切って溶接して、はい、すごいね。もうじゃあこれはもうやめられない。やめられないですね。もう長いです、これずっと。もう使ってます。ね、長いよね、これ。結構前のモデルですもんね、はい。そうですね。もう5、6年、もっと、いや、4年ぐらいですかね。でも5年前ぐらいですね、このシリーズが出たのは。うんうんうん。そうですね。これお気に入りですね。ズバリ得意クラブはどれですか、最近好調で。得意クラブ、なんか得意、不得意がないのが自分の良さかなとは思ってるんですけど、うんうん、まあ、今年パター2位なんですよ、平均が、うんうんうん、パターいいんで、やっぱパターは最近好きになってきましたね、うん、はい、今週のグリーンはどうですか。目がありますからね、うん、目が強いんで、うん、なかなかライン読みでやっぱ苦戦する選手が多いかなと思いますけど、うんうん、まあ、分からなかったらもう強く打とうと思ってやろうかなと思ってますね、はい、今週のキャディーは、はい、あれですもんね、あの中クラの時に担いでた。そうです、高田くん、高田さん先週勝ちましたから、うん、そのそうだ、先週勝ったね、勝ったんで。そうだ、杉浦裕太くんのキャリーして勝った、はい、じゃあ高田も波に乗ってるし、乗ってる同士で、なんかノリノリコンビでね、チャンス来ないかなと思ってますけど、はい、はい、今週も期待してます。ありがとうございます。はい、大磯高橋選手でした。すいません、ありがとうございました。